エアバス A320 から200型機。機体には台湾の地図とタイガーの頭文字 T を掛け合わせたデザインが施されている。タイガーや台湾は台湾の格安航空会社である。2013年12月16日、シンガポール航空参加のタイガーエアウェイズホールディングスとチャイナエアラインによる合弁で設立。二千十六年現在の出資比率は タイガーエアウェイズホールディングスの親会社であるシンガポール航空が10%、チャイナエアラインが80%、そしてチャイナエアラインの子会社であるマンダリン航空が10%となっている。2014年9月26日、シンガポールに就航した。有料で販売される機内食には、ロニク飯、肺骨飯、ビーフンなど、台湾で人気のあるメニューとしている。 2016年12月14日、チャイナエアラインが、タイガーエアウェイズホールディングスの所持していた10%株式を取得し、タイガーや台湾は、チャイナエアラインの子会社となった2017年、タイガーアは、スクートと合併し、タイガーエアブランドは消滅したが、チャイナエアライン傘下の同社は、現在もタイガーエアブランドを継続している。 2020年1月現在2019年9月現在タイガーや台湾の機材は以下の通りである。ありがとうございます。